こんにちは、畑野渉です。この度冷川リヒト役を演じることになりました。テレビアニメ三角窓の外側は夜がですね、10月より、東京 MX 他にて放送されることが決定いたしました。よろしくお願いいたします。私が演じる冷川はですね、このキャラ非常に不思議なキャラクターというかちょっと独特な雰囲気を持ったキャラクターでして、職業は除霊師っていうんですかね、こう警察とかから依頼をいただいて、でなんか不可思議な現象を、探偵というか調べていく、そういうお仕事をしてるんですが、そんな冷川はですね、人とこうコミュニケーションの取り方がちょっと不思議な人で、日本語を当然使ってるんだけども、その日本語の意味本当に分かってますかみたいな話し方をするキャラクター、ちょっと面白いキャラクターなんですよ。そんな冷川が、帝くんと出会うところから物語がスタートしていきます。2人がですねタッグを組んで、どんな事件、どんな、調査をしてね、どんなストーリーをこう歩んでいくのかというのをぜひ皆さん、一緒に、見守っていただいて見届けていただきたいなと思います。2人の他にも非常に魅力的なキャラクターがたくさん登場する今作でございますので、ぜひそちらの方も楽しみにね、10月を皆さんね一緒に盛り上げていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ぜひ楽しみにしてください。畑野渉でした。ありがとうございました。